買い出し行ってきます。向かってます、ポリコの運転で。やってまいりました。場所がマルチシートってやつと、すごい動きが早いです。みっちゃんやめなさいよ。やめ、これ買うの？違う、買わないです、買わないです。これじゃない、全然買わないです。これ、これ買わないです。バーベキューはやるもんね。いい、綺麗、画質綺麗、うん、画質綺麗。タイヤもいい、はい。買ってもいいよ。あ、いい、いや、これもいいよね、はい、安いんだね、タイヤって。OK です。はい、皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。いい、ハッピーライフチャンネルです。ということで、ファームにやってきております。イエーイ。本日第2弾ということで、あれから2週間経ちました、はい、前回はトウモロコシの種を植えたんだよね、はい、今日はキュウリ、わかんないですけど、何かトマトとトマトかなの苗を植えていくのに、はい、いろいろ、はい、なんかやったりする感じのことをします。はい、で今日はね、麦わら帽子で2人とも可愛い感じで、なんかちょっと違くしましたよ、形。テンガロン風にはなってしまってるんですけど、本当は違うよね、こういう感じのやつだよね。これも違う。ポチは結構赤毛の青をイメージしたっぽくなってしまいました。前回私ね、コンディションが悪すぎて、うん、まだ晴れてはいるの、ちょっと実は、うん、だけどちょっと今日はこういう感じでやっていきたいと思います。それでは早速、レッツラゴー。ハピッキーの感じ、ちっちゃい。パーして、パーんパーして、あ、してるしてる、パーしてるよ。今日はとりあえずミニトマトですね。このミニトマトと、え、ミニトマトなの今日。今日ミニトマト、でキュウリを植えますが、今日やる作業が苗を植える作業。ここには載ってないんですけど、まあ、ちょっと一応私図を作ってみたんですね。何してんの？今畑、私たちに与えられた畑、トウモロコシがこうだとしたら、分かったの？聞いてた？大体は聞いてた今。大体は。じゃあ行こっか。畑に向かいます。はい。帽子は取ってしまいました。はい。邪魔なので。なんかいい感じのお天気。程よく涼しいです。シャベルとか持ってくるの忘れたよ。はい、すいません、忘れました。ああ、忘れてた。ちょっと厳しいよ、私、正直。中指と親指でこれ持ってるから。すいません、玉ねぎが落ちてるんです。たまにあるんですよ、そういう異常なこと。うん、この間植えたの、はい、あそこ？こっちまで。ああ、はい。ちょっと見に。ちょっとそこ、え、行っていいの？え、何それ？何それ？ここ全然行っていい、全然行っていい。全然行っていい。行きます。おお、何それ、玉ねぎ落ちてたの？これが私たちが前回植えたトウモロコシ。あー、すごい。待って、なんかすごいね、ちゃんと成長してます。まだ間引きはしてないっていう感じですかね。パパはシャベル分かるように置いといたよ。置かないで。分かるようにでもダメ。ここから、はい、この辺までをちょっと盛り上げる形にするんですよね、うん、どのぐらい盛り上げるかっていうと、うわぐらい、絶対違うじゃん。イエーイぐらい。どの方巻き上げるかじゃないんで、盛り上がってほしいぐらい。めっちゃ玉ねぎの匂いがする。玉ねぎここで切んないよ。じゃあこうすればいい。はい、こうカップがこうして盛り上げて、こうするだけ。違う、俺やりたい。
ダメ、ポッチが先。なんで、なんでポッチが先なのって感じ。あ、うまいよ、いいよ、いいよ。いいよ。いいね、いいね。頑張っております。こうみんなお揃いで映るとやっぱいいよ。頑張れー。双子の共同作業ですね。え？あ、すごい、なんかぽい、ぽい感じになってきた。これで何のためにやるの？水分を保つためなのか。でもなんか、不安な気がする。舌が生えないけど、遮光できるんで。あえ、待って待って待って、道もう動かないで、やめて。やめてはこっちだから。何やってめっちゃいいの、寝れるもん。普通に寝れる。やめてください。止めるやつあんだ。畑ってさ、土がつくのがやっぱ醍醐味じゃん。前回守りに入りすぎてなんか絶対座ったりもしなかった。土だらけもあんなかったから、うん、それがなんかちょっと心残りだった。あー、ぽくない感じだね。続きある？いや、ない。本当に必要なのか。いや、これ本当に一番必要なこと。ああ、そうなんだ。必要だよね、多分。実はどういうお気持ちですか？いや、なんか土、虫みたい。虫の気分、うん、ああ、なるほどね。確かに虫っぽいです。ああ、虫っぽいね。いやだ。おお、おお、いいですね。入刀するよ。せーの。ポッチキス。で、こっちをやる。楽しいね。楽しい。こんな感じです。いい感じに止まった。で、ここをちょっとこういう風に。今の何？はい、今の何？すいません、何やってたんですか今。移動。あ、移動で、あ、意外とさ、怖いんだけど。もう言ってるっていう感じがする。よし、マルチ完成。この2棟うちらがやったから。痛い、無理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 。腕弱いんだ。何がよしかって。汗だくなんですよね。ポッチも来て。土に触れ合った方がいいよ。楽しくない？楽しげ。楽しいよね。うん、あ、あ。何やってたんですか？で、向こうでミッキーに、ミッキーがこうやってウィーウィーですから変身、ゴーレンジャーってやったの。うん、そしたら普通にスーって全員横を通り過ぎてって、完全無視されて、虚しすぎてずっとこれでいたの。ああ、え、今私たちがこっち来る間ずっと後ろにいたってこと？ここ向かってずっと私はこういう、ああ、誰も気づかない。たまにミッキーがこっちを見て見てたたまにね。ああ、私はもうずっとこう、うん、私はねえって呼ぶまで気づかなかったわけだからね。ねえって一番最初に言った時にミッキーがまたこうやってだって2回目のねえでモッチとミッキーだけこういう感じでモスキートーン出してるの。聞こえなかった？聞こえなかった、全然聞こえなかった。私が何でも気づかないということですよね。以上です。
ダメだよ。いや今ちゃんとやった。玉かぎヘタヘタヘタく。え、マッチの方が上手だった。おい、もうやってよ、そこ。几帳面ボーイだから、彼は。でも来てる。あ、でも来てる。これを今から入れます。ちょっと待ってて。折れちゃった。大丈夫だよ。こうやって、こうやって。私がお手本を見せてあげましょう。で、これが。まっすぐらしい。で、土を切れますよ。変なゴミみたいな。ゴミ？え、これ。気づこうよ。盲目かよ。見せて。うん。オッケー。ちょっと押さえるね。はい。ちょっとこれを。やって。ここってする。はい、ほうほうほう。すぐでいいからこうやってやる。これ A 型だから。まっすぐ A 型、 A 型曲がってますよ。ね、やばいよこれ。寝てるじゃん、明らかに。別に良くない。キュウリとピーマン、そうな。え、緑植えればいいの。いや、持ってか。キュウリいきます。はい、キュウリです。最初ギュッて、こうやってギュッギュッてやるんだよ。多分ギュッギュッて下に押すんだよ。押してる？めっちゃギュッギュやってる人いるんだよ。卒園式。ずっと卒園式っていうタイトルだな。苗の横で。ね、ここら辺ね。うん、いい？いや。ここ？受けんだけど。ここからだ。あ、やめてやめて。やる人がいるってさっき言ってたよ。絶対それやる人いるよね。補強するって。やめて。ここに、で、そっちにも2本で一番上にしようか。下の方。あ、下の方。あ、じゃあこの辺で。ここにやり方が私分かんないんですけど。ねえねえ見て。で、これでここにここにこうして、うん、で、こうして。でもこれいちいち縛らなきゃいけないみたいで、本当は麻紐とかで。ああ、それよりは全然。チラチラ見ない。うん、同じ。次見合っていい。かわいいな。かわいい。かわいい。おさげが一番似合う感じ。ねえ、皮むけた。しかも危ないよ、なんかそこで。手が汚いからバイキンが入って手が5倍になっちゃう。洗ってきた方がいいよ。あ、違う違う違う、そこ通して、ここのこれに通すのよ。そう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 、頑張って。やばい、やばいよね、覚えられなくてやばい。やばって結構頭いいな。まだ分かんない人がいる、ここに。頭が良すぎる。頑張ってみち、頑張って、頑張って。すごい人引っ張ってくる。え、違う違う、これ上にしちゃったじゃん。え、上側になってるじゃん。どういうこと？
どういうこと？何が起きたんだよ。ゆっくりつけるとなんか こっちにあんまりギュッてならないらしいです、ね。ああ。最初始まり。でそこをこうギュッてしまって、私はここもう一周回しちゃって。オッケー。できたー。こちらですね。見えますかね。支柱。いや本当疲れたの今日。疲れました。めっちゃ疲れたんだよね。ということで経過観察は、まあ、私たちもちょくちょく来るし、まあ、ポリコの観察を任せようと思いますので、はい、ポッチはミニトマトにやっぱり前回失敗してますので、はい、こちらがねどんな感じでミニトマトですか。それが楽しみですね。早く食べたい。これいつできます？でも結構早い、7月とかに。おお。私はやめてください。目標ですか？気持ち悪い。気持ち悪いね。私の目標ですか？目標とか聞いてないんですけど。なんじゃ一応目標は。いや目標じゃないけど目標？目標どうでしたっていう感じ。あ、今日疲れたけどね。はい、こんな感じで今日の動画もいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちは SNS もやってますので Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。せーの、バイバーイ。こちらファームのポリコです。トマトの支柱をね植えました。トマトの支柱を組み立てました。こんな感じでね、まだ途中なんですけど一応こんな感じで組み立てて、はい、こっちのキュウリ、ちょっとここね網を、この前立てた支柱に網を借りました。こんな感じでどうですか？で全体的に成長してます。はーい、はーい。でキュウリはこちらです。はい、こちらですよ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 。今日やるのはトウモロコシの間引きです。ちょっと2回ぐらいやってね終わりにしようかなと思います。例えばこんな感じで3本あるうちの1本にしたいんですけど、これはねもうどれがいいか分かんない。もうとりあえずこのちっちゃいのは一旦切りますね。こういう風にちょっと切ります。はい、こんな感じで。これどっちがいいかなって、どっちがいいですかね。うーん、どっち、こっちの方が綺麗かな。でもこっちの方が太い。こっちの残しましょうかね。でこれを切ります。はい、このようにして一本にします。でこれはもうこっちですね。こっちはちょっともう枯れ気味なんでこっちにして、これもすぐ決まります。あとはここ土をねこのように寄せて、ちょっとね土を寄せて、はい、ではスタジオに戻します。スタジオのみちこさん、ぽっちさん、今日は何をするんですか？今日はキュウリとナスができたみたいなんで、はい、収穫をしていきたいと思います、はい、ちょっとね大きくなりすぎる前に取った方がいいっていうこと。そう、最初はね、なんかだから収穫日をちょっとまだ先なんですけど、できてるやつがちょこっとあるのでそれだけ取ります。ではまずキュウリからいきますね、はい、もうすごい、すっごいいろいろ大きくなってる。おー、すごい。行きます、はい、どの辺、この辺、うん、あ、すごい。キュウリだ、食べれるんだってこれ。すごいね、ちょっと自分で育てたとは言えないけど、でかいでかい。わお。ゲッツ、ナスが1個ね、あるらしい。トウモロコシはもうちょいなんだよね。うん、トウモロコシは、でもすごい、サトウキビ畑、ね、ザワワザワワザワワ。え、で私たちナスそもそもやってないの？やってない、そうだ、ナスは植えるとこかやった覚えがない。ピーマンだ。あ、ピーマン、これがナスでしょ。え、待って待って、めっちゃ可愛いの見つけた。ピーマンがちっちゃい。ミニピーです、ミニピー。ちょっとまだちっちゃいんだけど、これくらいのうちにちょっと取っちゃってってことなんで。わお、ナス、かわいい。すごい、夏野菜って感じ。はい、こんな感じです。はい。何をしてらっしゃるんです
しみるね。疲れた。しみるよね。しみるよね。しみるよね。しみるね。これゼロイチめっちゃ本当おすすめ。ゼロイチがめっちゃおすすめ。ノーアルコールのゼロイチ。ああ、ゼロイチね。おすすめ、本当におすすめ。だそう。本当ね。いや本当にこれもう。じゃあそっちはってわからない。普通に美味しくない？めっちゃ癖ない？でもクラフトビール感。ああ。これは気に入っちゃったんだよ、最近。ビールっぽい。いや、なんかビールっぽくない。え？多分忘れちゃってたと思うよ、味。だってもうあのさ、普段普通のやつあるじゃん。それはもうザ・ビール。普通のやつって。あの、シルバーの。ああ。でもそれはなんかそれでいいんだけど、なんかちょっと味気ないなっていうのがあって。こっちの方がビールっぽい。そう、こっちの、こっちカロリーが微妙にあるの、こっちは。あれはゼロカロリーなんだけど、これが9カロリー。100グラム。だから、カロリー分だけ。美味しいだそうですはい、これどうせおまけ映像としてちょっとだけ使われるだけだから、こんな感じで。私は麦茶あんまビールとか好きじゃない、はい、コーラだよね。でもじゃあ決めてコーラ。飲みかけの麦茶。飲みかけの麦茶いいです。見たこともないメーカーのはい、バイバーイ。